山形6日、長教会は、山形県山形市にある旧長老派の日本、キリスト教団の教会である。1887年10月に、日本キリスト一致教会宮城中会の牧師である、押川正義が、山形県知事より、英学校の建設を依頼され、山形英学校を開校する。その時、合衆国、ドイツ改革派教会の JP ムーア宣教師が、 着任する。11月に、押川正義の指導により総長所が、山形市七日町に、日本キリスト一致協会山形講義所を設立した。同年12月初代牧師、斉藤美夫が着任する。翌年7月には、霞町麻生寮に、教会堂を建設した。1902年9月に、ミッションからの独立時給を図ったが失敗して、ミッションの参加に復帰する。 1902年9月に台風のために街道が倒壊する。1903年に旗子町ア佐サガ町に移転し、街道を再建する。1908年に電動協会になる。1911年5月に大火により、街道が消失する。1914年6月に六日町の現在地に移転する。1921年に渡辺良介が就任すると、 渡辺牧師のもとで強制を拡大し、1926年に独立教会になり、日本キリスト教会山形教会になる。1941年6月の日本キリスト教団の創立に伴い山形6日、長教会と解消する。1944年に梅津吉之助が牧師に就任する。1967年に梅津吉之助が辞任する。 ありがとうございます。